アメリカ占領時代に民間で使われた対極機材朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁、または単にアメリカ軍政庁は1945年9月8日から1948年8月15日の大韓民国建国までの間、北緯38度線以南の朝鮮を統治していた公式な占領行政機関である。朝鮮半島の統治権以上は、 アメリカ軍のホッチス大将、近畿土中将、日本軍の安倍信幸大将、光月義雄中将らとの間で行われた。朝鮮総督、安倍信幸大将は、日本が敗戦を認めた1945年8月15日に、朝鮮の統治権を朝鮮人に移譲すると発表していたが、アメリカ合衆国とソビエト連邦は、朝鮮人による統治を認めなかった。9月9日、 朝鮮総督府がアメリカ軍への降伏文書に署名した。軍政庁の統治機関に大韓民国の社会制度の基盤が数多く建設された。軍政庁統治機の南朝鮮は様々な要因から生じた政治、経済上の大混乱に苦しめられた。ソ連軍統治下の朝鮮も含め当時の朝鮮には日本統治時代の余波が未だ残っていた。また、 アメリカ軍は朝鮮統治を開始する際に統治のための周到な準備が用意できておらず朝鮮の言語的、政治的事情に関する知識のないまま朝鮮に到着した。そのため軍政庁による政策の多くは軍政庁の意図に反して南朝鮮に不安定要素をもたらす効果を持っていた。さらには北朝鮮からの越難者、避難民や、また 朝鮮国外からの帰国者が多数流入したことが、南朝鮮の混乱をより継続させる原因となった。1947年時点 AB 在朝鮮、アメリカ軍政庁法令、第2号今日の歴史連合ニュース2009年9月9日。ありがとうございます。